最近ずっとこの、はい、このカーシー博士のセルフヘルプ術、はい、16タイプに人を分けて、うん、人間の分類ですね、うん、で子どものシリーズをやっていた、うん、子どもの見分け方、うん、子どもの接し方とか、はいはい、とやっていて、うん、これまでに外向内向の違い、うん、外向の子の方が目立っていて、うん、内向の子の方がいや目立つ目立たないっていう価値基準なのか、うん、表に出したがるじゃないですか、うんうんうん、人って、うん、でもなんかそういうのは逆に傷つけてるよとか、うん、大人の無理解が、あ、はいはい、要は出た方がいいんだから、うん、で無理やり出される、うん、出させる行為とか、うん、があったり、うん、先週やったのはその感覚と直感、要は感覚型の方がおそらく早い反応するのが、うんうん、で直感っていうのは深く考える傾向がある、うん、っていうのもまたその見ていて、うん、その直感の子はうちの子は大丈夫かって思われたり、うんうんうん、さっさとってやったりみたいなのがありますねっていう指摘を受けてます、はいはい、なんでその分かりきったことなんですけど、うん、人ってそれぞれ違うし、うんうん、子供って一人で生きていけないじゃないですか、はいはいはい、恨みみたいなのが湧いてくるんですけど、はい、最近どこかで見たもので、うんうん、子供に対して、うん、よく例えばどっかに遊びに行ったとか、うんうん、会った時に何かができなかったとか、うん、罰的なことで、うん、もうあんたここに置いてくからねみたいなのってやられたことないです、うん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 、やられたってことは親にやられたか、親に対して親としてやったか、自分が子供の時に、はいはいはい、親と例えばどっかに行く、うん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 、で、まあ、何かができなかったとか、はい、何かちょっと悪いことをした、うんうん、親に対して勘の触ることをしたことで、うんうんうん、もうお前なんかうちの子じゃないみたいなこととか、うんうんうん、もう置いてっから、あ、まあありますよ、帰ってこなくていい、できるまで帰ってくるな的なのとか、でそれが車で行くような場所、車で行くような場所とか、うん、あります、あります、あります、そういうのはめちゃめちゃ子供を傷つけているっていうのを、うんうん、あ、俺全然そんなん言われてると思って、うんうんうん、で、まあ、それに対して今何を思うではないんですけど、うんうん、やっぱり感じることはあるんですよね、その感じるっていうのは、うん、もしかそれがなかった時に、うん、今の僕はどうなってんだろうっていう、あ、もしそれをされてなかったら、そう、はんはんはん、いや、そのなぜできないんだとか、うん、もう帰ってくるな、うん、的な教育を受けてなかった時の、うん、僕の世界線ってどうなってるんだろうなって、あ、それ興味ありますよね、ちょっとその今僕が生きてるこの世界線とは、うんうんうん、違う花が咲いてそうじゃないですか、まあ、それは多分違う性格とかにはなってそうですよねって思いません？思いますよ。で、まあ、それをなんか許す許さないが、うん、多分そのよくあるセミナーとかである、うんうん、親を許しましょうみたいな、うん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 、今ここに目の前心に親を思い浮かべてとか、はい、泣いてる自分がいたら大丈夫って言いましょうみたいな、うんうん、ところかなと思っているんですけど、うん、まあ、それに気づく第一歩として、うん、まあ、このカーシー博士のセルフヘルプ術なり、うん、MBTI とかが役に立つのかなと、はい、それは子供にももちろんあるよ、うんうん、っていうのを今やっていて、うん、今日は、思考と感情の違いと、うん、まあ、認知判断の違いもやりたいと思ってます、はい、うんうん、で、思考と感情の違い、うん、思考型感情型、うん、理由が大切か反応が大切かとあります、はい、観察のポイントとしては、うん、自分がよく理解できていない状況において、うん、従うように求められた時に、うんうん、その子供は理由を尋ねるか、うん、それとも従うことで相手を喜ばせたいだろうかと、うんうん、なるほど、ちょっと分かってきましたね、うん、理由を知りたがる子供、反応を知りたがる子供、うん、考えることが好きな子供、うん、T 型シンキング型は、うん、何かをするように求められた時に、うん、その理由を知りたがる、うん、それに対して感情を大切にする子供、うん、F 型は、うんうん、従うことで相手が喜ぶかどうかを知りたがると、あ、 F 感情の子は他人の感情をよく理解認識して家でも教室でも人並み以上に責任を引き受けることがある、うん、
他人が物理的あるいは人間関係的に心地よく感じているかどうかによく気を使うと、うん、また親や教師に小さな心遣いをして、うん、それが気づかれ気に入ってもらえたかどうかも知りたがると。あ、家庭での感情的な雰囲気には非常に敏感で、争い事や不安なことが続いたりすると実際に病気になってしまうことがあると、うん、なんで感じやすいがゆえに、うん、空気には敏感だよと、うんうん、一方 T 型、うん、要は何かを従うように求められた時に理由を知りたがる子、うん、T 型の子供は否定型な感情が漂う雰囲気からは身を遠ざけることができ、うん、周りに悲しんでる人がいてものんきに気がつかないことさえあると。なるほど、はい、かまあ別のこととして考えてるかどうかですね。まあでものんきにだから自分のことじゃないことじゃないか、自分のことに集中してて気づかない。ああなるほど、うん、それがのんきに見えるっていうことですね。のんきに見える、はい、うん、F 型の子供は大人たちが話す家族や近所で起こった出来事などに喜んで耳を傾けるが、うん、T 型の子は関心がない、うん、そういうことには、うんうん、T 型の子供は全てに対し客観的な質問を説明を欲すると、うん、それはこの私がそう言ったからだ、うん、っていう説明には納得しない、理由がないから、はい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 、F 型の子供は満足はしなくてもその答えを受け入れることができ、そのまま話を続行することができる。うん、また思考型の子 T の子は、うん、危機に陥っても顔色を変えないが、うん、感情型の方は顔に出て反応を言葉で表す。うん、で外には現れてなくても感受性が強い T 型とあって、うん、T 型は体に触れられることが好きではなく。うん、自分から親へ甘えることが苦手だが、うん、F 型は体に触れられる愛情表現を好む、うん、F の子供は T 型に比べ、うん、すぐに泣き出す方で T 型は叱られたり罰を与えられたりしても反応を外に出さない、うん、親や教師の意見に対しては F 型の方が感受性が高いように見えるが、うん、それは外側からそのように見えるだけで、うん、T 型の子供は無関心で無反応のように見えるだけに過ぎず、うん、心の中では表現豊かな F 型の子供と同じぐらい傷ついていると、うんうんうん、そりゃそうですよね。まあそうですよね、はい、じゃあ引き続き認知と判断も続けていきたいと思います、うんはい、認知型判断型、うん、部屋が散らかっている子供、綺麗好きな子供とあります、うんうんうん、観察のポイントとしてはその子供は物事に決着をつけ、うん、さっさと決めつけてしまうのが好きだろうか、うん、それとも何かびっくりするような方が起こるのを期待して、うん、いつも選択の余地を起こしておく方だろうか、うんうん、とあります、はい、秩序を好む子供、うん、無秩序を好む子供、うん、物事がきちんと成立し、うん、秩序正しくなっていることを好む子供は、うん、生まれつき判断力J を持つことが多いと、うんうんうん、物事が決まっていること、うん、特にそれを他人から押し付けたりすることを嫌う子供は、うん、生まれつき認知力 P 型を持つ傾向があると、うん、学校には時間通りに行き遅刻することを恐れ、うん、押し入れや引き出しの中はきちんと触れているのは大抵 J 型、うんうんうん、で一方 P 型の子供は学校に遅刻しても気にしない、うん、押し入れの中や引き出しの中はてんやわんや、うん、で引き出しの中もネズミの巣のようでごちゃごちゃしていて、うん、母親がそれに対して機嫌悪いんだけども、うん、さっぱりわからない、うんうん、っていうのを見ると僕多分昔は P 型なんですね間違いなく僕はまあ間違いなく P 型ですよ。なるほど。その辺で僕は毎回というか J か P かは、うんサイトの診断とかによっては結構ばらつきはあります。はい、うん、で、あ、これのカーシー博士の中では僕は J です、うんうんはい、ただこの説明はちょっとピンときてない、はい、で、自信家とためらいを持つ子供とあります、うん、J 型の子供は特に外交型であれば、うん、家庭や近所の活動に積極的であることが多いと、うん、
一方 P 型の子供は服を着ろとか、うんうん、夕食に降りてこいとか、ゴミを出して宿題をしろなどと言われなければ、うん、いつまでもやろうとしない。ああめっちゃめっちゃ僕ですよ。今でも今でも Now で J の子供はそのような日課は言われなくてもするだろう、うん、J 型は P 型に比べ自分に自信を持っており、うん、絶対にという表現をよくすると、うん、P 型は言葉にためらいがちで修正自分で自分の言葉を、はいはいはい、言い直すことが多いなんて言われています、うんうんうん、J と P は、J と P、若干僕は悩んでる迷ってるっていうのも、うん、こちらあの違う16の性格っていう本なんですけど、はい、要は思考の順番だって言うじゃないですか、うんうん、って言ったり、うん、やっぱりこれでも、この本では一番先に来るのが4つの気質があるじゃないですか、うん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 、まず一番先に出てくるのは、うん、そこ、うん、らしいんですね、はい、で次ってなっていくので、うん、やっぱりあってたぞ俺 SJ じゃん SJ P じゃないじゃんはいなるほど、はい